嫁はこんな感じの、はい。本当に予定なのすごすぎ。はい、じゃあお疲れ様です。はい、行きましょう。超上まで行くじゃん。あそこに転んでる人が。おさらば、ニセコ。はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、なにこれ最初新年。最初最初、ね、今年もよろしくお願いします。今はまだ2021年です、はいはい、僕らはね、まだ2021年にいますよ。はい、で、年末最後の動画とその前の動画で、はい、北海道出張に行ってまして、 そちらの今回続きになります。はい、はい、なんで今は札幌にいます。今札幌にいます、はい、で、軽くどんな感じで旅をしていたかというと、はい、おさらいね。はい、もともとその札幌で撮影仕事があったんですよ。で、それ昨日終わったんですけど、はい、終わりました。終わりました、無事で。それがまあ、本来の目的なんですが、はい、いつもはフェリーで関東から北海道に渡っちゃうんですけど、今回は雪のちょっと東北を感じたいなと思って、はい、東北を通って北海道に渡ろうかなと思って旅をしておりました。はい、で、冬の北海道初めてなので、ちょっと行きたいところにここからは行っていこうと思います。はい、行きましょう。で、今日は今どこに向かっているかというと、はい、小樽です。ゆうくんはね、小樽一回行ったことあるんだよね。一回ある、旅行で、うん、でも私行ったことなくて、はい、まあ一度はね、ちょっと行きたいなっていうところで。そうだね、暗いけどお供でセイコーマートのね、ザンギ買ってきたから。あ、ほんと？そう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 、絶対これ食べなきゃと思って。そうだね、めっちゃ美味しいから、ということで食べながら行きまーす。行きまーす。はい、1時19分です。はい、札幌北から小樽方面へ参ります。もう目の前雪山です。すごいね。目の前も横も雪山。はい、やってきました。なんかちょっと雪多めかな。そうだね、小樽の方が寒い。ここちょっと雪が多めになっております。今11時42分、めちゃくちゃ早い。確かにこんな近いんだね。すごい。一応一般も使えるみたいなので、こちらに行きます。はい、では12時前に着いちゃいましたね。はい、じゃあご飯食べましょうか。うん、はい、今12時2分です。着きました。とりあえず超ベタなところ。そうだね、はい、こんな感じです。こんな感じ。ゆっくん邪魔じゃない。え、何が。はい、ちょっとね、運河の反対側に来てみたら、もうね、全部倉庫がこうリノベされて。これリノベじゃないから。え、これ違う。あ、そっか。あっちで。そっか。めっちゃ可愛い。あ、本当だね。すごい。とにかくね、昔の倉庫そのまんま使ってるところがめちゃくちゃいいね。びっくりドンキ入ってます。びっくりドンキ。もともとびっくりドンキこういう系だもん。あ、そうなの。かっこいい。から2分ぐらい歩いて、うん、観光地ゾーンに行きましたね。はい、さっきね、これ採用したパンジュ、まんじゅうじゃなくてパンじゃなくてパンジュ、よくわかんないの買ってました。ちょっとなので、うん、お昼ご飯食べたいな。そうだね、昼ご飯ちょっと探そうか。うん、次はこれを頼みます。イクラとウニを交換してもらいました。はい、私のは2人分のイカです。2人分。おいしい。プロバッテンにかけてくれた味がする。ウニ食べます。すごいボリューミーでめちゃくちゃ美味しかったです。ルタオだよね。ルタオ見つけました。ルタオ行きたい。ルタオ行く。うん、ただ今3時前で六花亭で一休み。ということで、あれからたくさん買い物をして、こんな感じで、うん、ではこれからまた別の場所へ向かいます。はい、ただいま14時41分です。すっかり小樽を楽しんでしまいました。確かに超楽しんだね。はい、六花亭とか
ブタオとか、ね、とりあえずお土産をめっちゃ買いました。地酒もね、地酒も買いました、うん、ということでちょっと今日は移動しようと思うんですけれども、どこに向かってるかというと、うん、ニセコです。ニセコ、ニセコ、そう、3年前ぐらいに外国の人がこぞってニセコに行くみたいなやつやってて、でなんでかっていうと雪がめちゃめちゃふわふわらしい。あ、そうなんだ。そう、めっちゃ質がいいんだって。なるほどね。でみんなスキーに行くって言ってて、でいつかスキーやるんだったらニセコでやりたいなって思ってて、で調べてみたら意外とニセコ近かったんですよ。そう、あの小樽からね結構すぐ1時間半ぐらい、1時間半ぐらいね、うん、ということで今回はもうニセコに行っちゃって、はい、明日スキーを楽しんで夜フェリーに乗って行くというプランで行きたいと思います、はい、2人ともスキーは20年ぶりぐらいそう20年ぶりぐらい感じなんですけど、ちょっとねちょっとアクティビティに挑戦しようかなと、はい、ちょっと映ってるか分かんないんですけど、目の前にめちゃめちゃでかい山が見えてて、あれきっと羊蹄山というやつな気がします。すごいすごい芸術的な山、芸術的な山、本当に羊蹄山がすごすぎね、うん、その羊蹄山を見下ろすパチンコ屋がある。はい、16時21分です。暗くなる前に着きそうです。この邪魔します。あ、滑りそうだから気をつけて。あそこスキーだよ、スキーのナイターの、ほらほらほら、やばー、ナイターとかちょっと憧れるんだけど、やばい。はい、ということでお疲れ様でした。着きました。着きましたね、はい、今日はどっちかというと楽ドライブだったね。そう、楽一応ね、さっきの小樽でつまみとお酒は買ってきたんで、うんうん、まあ、ちょっとそれもね、夜楽しもうかなと思います。そうだね、はい、はい、はい、今ですねだいぶ時間が経過しまして、20時11分です。はい、はい、なぜかというと、はい、あの仕事が溜まってたので、はい、ちょっとデスクワークここで、そうですね、2人でやってました。もうね疲れ果てました。はい、はい、ではご飯を食べましょう。ご飯食べましょうか、うん、でさっき、うん、あの仕事の前、仕事する前に道の駅でいろいろ買ってきたのと、そうだね、今日小樽でもねいろいろ買ってきたので、うん、ちょっと先に見せます。小樽の地ビール、ピルスナータイプビール、これニセコでしか手に入る、まあ、それは分かんないな。ニセコビールです。ニセコのビール、小樽ビールと一緒におつまみ買いました。エビカマとカチョカバロのなんかで、さっき道の駅で買った、はい、まあ、とにかく生ハムです。生ハム、ロースの生ハムです。北海道産ね。こっちもね、北海道、これニセコって書いてありますね、ソーセージフランクフルター。あとこれさっきあのここに来るときにすごい光ってたお店、パン屋さんでした。車中飯久しぶりじゃない？うん、そうだね、なんか、はい、いるそれ地味だね、地味だね。はい、じゃあお疲れ様です、はい、これはねすごくない、この生ハム、うん、すごい、あ、取りやす。これニセコ、ニセコの生ハムいただきます。なんかサラミみたい、ちょっとすごい日本人好みの、うんうん、明日スキーです。ウェアとか全部予約レンタルしました。20年のブランクがどうなるかっていうのね、うん、ちょっと、そうだね、しかも私20年前はそんな大してやれてないからね、まあ、最悪雪と戯れられればいいんだ。そうだね、あのリフト乗れればいいよ、最悪、うん、そうそうそう、このパン超美味しいよ、めっちゃ美味しい、うん、ね、ほんのり甘いのにめちゃくちゃもちもち。これさっきのソーセージ、うん、いい音だね。うわ、どう、めっちゃ美味しい、しい、結構ね、あっさり、あっさりね、でも油がすごい出てくる、うん、ではしばらくご飯を楽しみます、うん、はい、ということで今日も食べ終わりました。ごちそうさまでした。明日ね、スキーで、そう、一応8時からお店やってるみたいだから。あ、本当？そうそうそう、じゃあ8時半だったかな、まあでももう8時くらいに行っちゃって、多分駐車場とかもある、近いもんね、そうそうそう、30分ぐらい、うん、滑りたいと思います。はい、うん、ではおやすみなさい。おやすみなさい。はい、ではおはようございます。今朝の6時半です。おはようございます。今私どこにいるかというと、前が運転席で後ろの荷室部分の後ろ半分です。
前の動画でも紹介したんですけど、今回あの後ろが2段ベッドになるやつで、基本的にこの形でずっと走行してました。で、昨日の夜はこれ電気毛布つけて寝たんですけど、昨日多分マイナス10度ぐらいだったんですよ、ニセコが。なんですけど、めちゃめちゃあったかかったです。ちなみに外はなんか雪積もってました。なので電気毛布があればもう冬は全然いけるなと思いました。で、6時に1回起きたんですよ。6時に1回起きて、このキャンペーンが FF ヒーターついてるので FF ヒーターつけてるんですけど、それで今空間もめちゃめちゃあったかいんで、普通にもう完全に家です。 FF ヒーターがついてます。全然寒くてもあったかくなるよね、うん、どんなに寒くてもあったかくなる、外がめちゃくちゃすごい。まあ、これね、多分断熱もちゃんとしてるってのもあると思うんですけど、ということで今回の車中泊はこのキャンピングカーによってめちゃめちゃ快適に過ごせてます。そうだね。はい、では7時16分です。向かいます。すごい雪が積もりたてでめちゃめちゃキコキコ言うね。いや、ニセコの雪はいい雪だからね。ね、ゆっくり行きましょう。お、雪が、うん、はい、ということで改めておはようございます。おはようございます。じゃあ来ちゃいました、ニセコ。もうね、とてつもない雪。そうだね、すごい、なんか海外みたい。家がすごい、ちょっと海外っぽい。海外っぽい。はい、ただいま7時32分です。入れました。すごいふわふわの雪。はい、今ね、7時36分、はい、到着しました。到着しました。目の前に、借りるレンタルスペースがあるんで、うんうん、そこで、はい、あのレンタルして、ね、多分ね、担いで登ってくんだと思うんだよね。あ、そういうことね、うん、寒さレベルが全然違う、うん、ちょっとね、間もなくね、レンタル屋さんが開くみたいなんで、今からね、ちょっと向かっていきたいと思います。なんでもいいのこれ、うん、ねえ、いや、これとこいいじゃん、これとか。はい、8時半です。着替えました。はい、2人ともバッチリ着替えました。はい、これからね、そう、いい板もお借りして、嫁はこんな感じの、はい、あ、いいですね。あ、いいね、いいね。はい、いざ20年ぶりのスキーに行きたいと思います、はい、できるかな。うん、つま先入れてガンって、もっと強く、そう、あ、なんか俺持ち方違う気がするな、こうかな、あ、違うね。はい、今9時です。これからね、20年ぶりのスキーやってきます。うわー、すごい、すごい、リアルモミの木にリアル雪が。うわ、これ結構長いよ、超上まで行くじゃん、これでさ。すごい。はい、今9時10分です、上の方まで来ました。めちゃくちゃ寒いです、上の方。じゃあちょっと行ってきます。おお、そうやって曲がるんだ、こうだこうだ。わあ、スキーって難しい。よいしょ。はい、今9時48分です。転びました。はい、2人とも転んでます。めっちゃ急斜面で超独自中でもすごい綺麗です。そうだね、これ晴れてたら超綺麗なんだろうな。確かに、こんな感じです。すごいな、みんな降りれて。そうだね、結構傾斜すごいけどあんまりわかんないわこれ。じゃあこのまま下降ります。はい、今10時18分です。上級コースに行ってたみたいです。なんとか戻ってきて、そう、今心が折れたので一旦ご飯食べよう。そうですね、ご飯、ご飯です。朝食べてたから。そうそうそう、昼私はスープカレーです。はい、スープカレー、うまそう、めっちゃ美味しそうだよね。うまそう。はい、で、僕がそれもやばい、これなんだ、オムシチュー、オムシチュー、はい、ではいただきます。あとね、マウンテンデューマウンテンデューです。はい、今10時50分です。これから、ね、初心者コース行きたいなと思います。行っちゃっていいよ。
そこに転んでる人が転んでる人います。おお頑張れ。はい、いいじゃん。これカオリの後ついていこうかな。じゃあただいま12時33分です。スキー行ってきました。もうね疲れました。めっちゃ疲れました。疲れたね。あの初心者コースは普通に滑れました、うん、で、まあ、何回か転んだけど普通に楽しかった。いや楽しかった。僕ら最初行ったのがまさか上級者コースだと思わなかったんで。ちょっと間違えちゃったね、うん、もう傾斜すごかった ね、はい、もう多分80度ぐらいだった。本当にやばかった、うん、すごかったです、うん、まあ、とはいえ無事帰ってこれてよかったです。はい、では今日はもうフェリーに乗るので、はい、苫小牧にこれから普通に向かいます。はい、はい、じゃあ出発、では出発します。楽しかったです。すごい冬を感じた。おさらばニセコ。はい、ただいま21時33分です。めっちゃ寒です。今マイナス11度。マイナス11度、やば。そんなことある？今フェリー乗り場に向かってます。はい、ということで長かった北海道出張もこれにて終わりです。あと1時間で北海道とおさらばになります。もうなんかね寂しいんですけども。寂しいね。ただね、今ね外気温がマイナス12度になってます。すごい、どんどん寒くなってくる。マイナス12度ってちょっと気をつけて走行しないと本当にやばいね、うん、動画的にはね去年から続いてるシリーズになると思うんですけど、長らくお付き合いいただきありがとうございました。はい、私たちはね、あのこれから実は関東へ戻ると思いきや、はい、新日本海フェリーっていう敦賀っていうところに降り立つフェリーに実は乗って、はい、関西の方でまた出張なので、はい、そちらに今向かってます。そうということはですよ、うん、関東出発して東北から北海道行って、うん、そこから関西だね。そう、なんかぐるってしてる、ね、うん、ぐるってする感じで、自分たちがどこにいるか分かんなくなりそうな。はい、まあ、今年も、はい、2022年も、はい、まあ、こうしてね出張とともに旅をしていくこともあると思いますので、はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。お願いします。ではまた。